みなさんこんにちはダブルレインボーチャンネルへようこそ今日は古代チベット密教の教えを世界中に広めてくださっているゲシェ・マイケル・ローチさんの著書ダイヤモンドの知恵を参考に幸せになるために一番大切なことについてお話ししたいと思いますゲシェ・マイケルさんはチベットの僧院で25年もの間厳しい修行をされアメリカ人として初めて 仏教学の最高学位であるゲシェの称号を取得されていますその,その後教えを生かして実社会で仏教の教えを広めるためにアメリカへと戻り古代チベット仏教の教えをビジネスシーンで実践さされれ大成功されていますそれにより得た富をチベット密教やチベットの人々を助けるために惜しげもなく与え続けていらっしゃいます。 ままだまだ私も勉強を始めたばかりですが本を読んで私が気づいたこと感じたことをお話しさせてくださいまず彼が本の中で言われている幸せになるために一番大切なことそれは良い種、種子をまくことだそうです。本の中ではこのように言われています「すべてはあなた自身の過去の行為の結果なのです」 私たちが手にするものは私たちが過去に他人に与えたものそのものであるそしてこの本の教えは庭作りに似ていると言われていますまず過去にあなたが植え付けた心の記憶という種子種が問題を生み出しますこの種がある程度の力を蓄え植物として 成長始めてからでは、いくら手を施そうとしても基本的に手遅れなんだそうです。植えた種は開花するのには時間がかかります。その日の夜に開花することを期待するのは浅はかですと言われています。重要なのは、自分の行動からすぐに得られる結果に一喜一憂しないように、前もって自分を訓練しておくことなんだそうです。 大切なことは結果は過去にどのような種子を植えつけたかによって決まるということです私たちが今していることは将来の庭づくりと同じです将来私たちが生きているこの世界で起こる危機的状況が少しずつ減るということこそが大切なんだそうです何か嫌なことや起こりたいことが起こったときにどうすればいいのかということについても 本の中では書いてありますまずは心を落ち着けて前向きな態度を取ることそれがマイナスの対応を拒否することになり自分自身を将来起こるかもしれない事象から救うことができたことになるそうです悪いことが起こったときにどうするべきかということを本の中ではこのように言われていました誰が悪いのかという議論や 責任の押し付け合いをやめ、直ちに意識,を意識を現時点で可能な解決策に向ける。怒りが心に湧く前に阻止したあなたは、すべてのエネルギーを直ちに問題解決に向けることができると言われています。例えば、学校で一人の生徒が転んで怪我をしたとします。その時 あの子が押したから転んだとかいやあの子がボールを投げたからそれで転んだんだ誰が悪い誰のせいだと責任を押し付け合ったり誰かのせいにしようとするのをやめすぐに今その時点でできる限りの解決策を考えてそちらの方へ意識を向けることが大切だということです。でではまず先生に知らせよよう。う。う。ハンカチで血を止めよう保健室へ連れて行こ マイナスな対応を拒否することで将来自分に起こるかもしれない事象を避けることができると言っていますそして本の中でダイヤモンド業界での成功法則もたくさん話されていましたが私が興味を持ったのは、えー、死の瞑想についてです一見怖い瞑想のように聞こえますがそれは全然違います過去の動画でも私は死について私なりに学んだ主性感を話しています 一つ前の藤井風さんの動画でも彼の死生観と私の死生観が似ているなと思ったことをお話ししています。仏教ではもし今晩死ぬとすれば最後の日を今のように過ごすだろうかと考えながら毎日出社すべきだと説いているそうです。本の中ではこのように説明されていました。自分が死ぬそのの日にする価値のないことであれば、 今日する価値もありません実際今日死ぬという可能性もあるのですからこの言葉はとても深いなと私は思います自分が死ぬその日にする価値のないことであれば今日する価値もありませんということはそれを逆に考えた場合今日する価値があることを見つけるには自分が死ぬ日にする価値のあることを選ぶということになりますよね インドの古い経典の施設を引用して話されている箇所もあり私はそこにとても共鳴しました。それは解決できる状況ならばうろたえる理由はない解決できない状況ならばうろたえても無駄,無駄であるということです。この言葉も本当に的を得ていると思います。 解決できるものならば慌てふためいて怒ったり不快に思う必要はないということですよね冷静に考えそして行動していけばその問題は解決するのだからうろたえる理由などないということですそしてその問題が解決できないものならばうろたえて怒ってないってどうあがいても意味がなく うろたえること自体が無駄無駄であるということなんです。その事実を受け止めて次へ進むしかないんです。これは心配するということでも同じことが言えると思います。心配して事態が良くなるなら心配してもいい。でも心配しても事態が良くない。良くならないなら心配するのは無駄である。 私は悪いことが起こったりした時はこのように考えるように自分に言い聞かせます逆に心配して胃が痛くなったり体調を悪くしたりストレスを抱えたり余計にことが悪い方向へと行くことになってしまいますだったら心配はせず「大丈夫」「絶対よ良い方向へと進む」「良い解決策が見つかる」 良くなっていくと信じて祈ることが大事です良い祈りというのは良いエネルギーとなって良い波動となって自分にも周りの人々にも必ず届きますそれはたとえ日本と海外海を越えてでも必ず届きますだいぶ前の動画でもお話ししていますが願いは叶う 念ずれば花開くということを私は強く信じています Ask and it is given という本の中にもそのことが詳しく説明されています天にお願いしてあとはお任せするしかありませんそしてそれが叶えられますただお願いしてもお願いして何も行動もしないで寝て待っていていいと言っているのではなくお願いしたら じゃあ今の自分にできるだけのことをやってみよう、今の自分のベストを尽くしてみようと行動に出ることが重要です。そうすることで天の神様や天使たちは何をあなたが望んでいるのかということを分かってくれます。そして正しい方へとより良き方へと導いてくれるはずです。 目に見えないところで大切なメッセージやアドバイス、サポートをしてくれます。それに気づくか気づかないかは、あなたがどれだけ心をオープンにして素直な気持ちで、感謝の気持ちで受け入れることができるかどうかにかかっています。いつも心をオープンにして柔らかく優しい明るい気持ちでいることです。 心を閉じて硬くなって怖くて暗い表情や言動をしていてはいくら天からのサポートを受け取りたくても受け取ることはできませんそして助けたいと思っている人たちも助けにくくなってしまいますとにかく全てのことには意味がありあなたが乗り越えられることしか与えられないそれを乗り越えた先には必ず喜びと幸せに満ちあふれている 経験と時間を過ごすことができると信じることが大切です頭ではそれが分かっていてもつい私たちは現実をシビアに見つめ周りの出来事や他人に言われたことなどに落ち込んだり悩んだり不安になったりしてしまいますよねそれは私も同じですただ今話しているようなことを少し分かっているとつい落ち込んだり怒ったりしたとしても そうじゃなかった、大丈夫、全てはうまくいっているきっとよくなるきっとよくなると自分に言い聞かせてすぐに気持ちを切り替えて前向きに明るい気持ちにするとその負のエネルギーはすぐに消えてなくなり明るい光のエネルギーを受け取ることができるようになっていきます。周りりりに振り回されないで、しっっかりと自自分分のの軸を持って、自分の自分の意見 意思を持って生きていくそう心にいつも思っていることが大事なことだと思います話が少しずれてしまいましたがマイケル・ローチさんの教えるチベット密教とっても奥が深そうですまとめると一番大切なことは良き種をまくことそれがカルマとしていつか開花して自分の人生に関わってくる現れてくるということです 悪い種をまいたらいつかそれが自分に起こってくるということ、これを知って良い種をまいて生きていこうということです。そして今日何をするかということは、今日が人生最後の日だとしても、それをしたいか、するべき価値があるかと考えて決めるということです。マイケル・ローチさんが教えていらっしゃる4つのステップというのも、今、 自分なりに勉強していますが、これもまた深い内容なので、もっと勉強して、さらに自分も実践してから、また動画でお伝えしようと思います。彼の本やダイヤモンドの知恵を実践して教えているグループなどがあるので、そのリンクを概要欄に貼っておきます。興味のある方はどうぞチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。 そして皆様、楽しいクリスマスをお過ごしください。ハッピーホリデー。それではまた。